えー、10月の26日ですよねスタートが、えー、10月の26日スタートの笑福亭鶴瓶楽公開がツアーがスタートし次の日はもう27日はそれは仙台からスタートしたんですけど27日はもう、えー、ソフトバンクの CM がありそしてその後、えー、あンザ三郎の追善の司会をして。 でその次の次日から赤坂なんですよね赤坂4日間やってそれで家族に乾杯行って家族に乾杯の、まああのー、九州の方へ行きましてですね、えー、でまた新潟、あのー、それから、えー、福岡の、あのー、円楽のお兄さんの、あのー、天神博多天神をやって新潟行って。 そして帰ってきて大阪やって。それでまた長野の追いに行きましたね。長野のダンシュンがあの企画するダンシュン篠助。そしてさだまさしというね。この人らが企画する。あのあれに、えー、僕が飛び入りする言うんで、あの飛び入りで行ったんですけどね。で、え、も、ー、ずっとあの連絡も全然なかって。 行くのかどうかっていうのに「どないしてんねやろどこで何あったらええねやろ?」って全然連絡なかった近づいたからさだまさしに電話したんですよ「まさサどうないなってんの?」ってたえあんだけ盛り上がったんですよあれ盛り上がったのがね俺も日記書いてるから6月の27日です来てくれるの?」とか言うからちょうど次の日に半沢直樹で首吊る日やったんや、ね、でも,もうちょっと早く帰らせてくれってお酒飲んでたんやけど「いやいや 来てくれるの,言う,の行くわ言うてスケジュールに書いてそこで電話して「行く」言うといて、えー、そのスケジュールも全く何もなくそこの酒のノりやったんやな。<laughs> 近づいてきて言うたらどないなって「え来るの?」って言うて予定されてるのがあんねん向こうはね。でも俺は行くけどなんか無理狩りな客ならスケジュールなんか乗ってへんねんもう でダンシはやな落語を短くせなあかんわけかわいそうにまあ談春45分取っとったんやけどそれを俺にまあと20分ぐらいくれって25分ぐらいくれってあいつが20分ぐらいになってね俺が先輩やから,から何のことは分からへんがなまあ言うたら、うん、まあしゃあないわもう行っていいのん言うたんや。 いいや来てください言うねんけどまあ、しのけは後ろで中村中蔵1時間バッチリやれるわけやねで松さんが歌やってその後対談やで男子はかわいそうに俺のためにやっぱり25分ぐらい削っとんねんね気使うっちゅうねんほんまにお前ならこう聞きたいやろ言うねんねでまあ俺は出てで対談もあってで串田勝美さんが来られて対談してその対談の時にねあのー 前も僕ここで一回最初の頃言うたと思うんですけど言うてないかな勘三郎が死んでノリちゃんが死んだ時のしばらくしてからねようノックの音がするんですよ。あのー、僕とこの家はまあ36階なんですねこっちのマンションは。それでベランダがあってそれでベランダのある部屋の僕はそこに机があるんですよ。で いつもそこで書き物するんですけどねこんなノックすんで,で俺うちのやつはカーテンの音やらってカーテンに硬いもんはないし別にこっちから音立てることもないしもう必ず1時間に僕が帰って座ってたらで、このねパッと開けんねんけどいないね <laughs> ずっとですよこれでまあまあそうかなとまあ この辺ウルウル飛んどんねやろなと新宿やしねまあよう飲みに来て帰りにまあ飛んでんねやろってまあ冗談で思ったんですよ、まあ他にも変わったことがいっぱいありましたからねもうちょうどえー、っとそうですね明日二27日納骨ですからねようやく納骨ですよそれで僕はその話をしたんですよそこで勘三郎のそのノックの話を 神三郎とこの田中社長いうのが青ざめて飛び込んできたんですよ。鶴瓶 <laughs> さんあの36階ですよね?」って言うから36階勘三郎は36人ものすごく固執してたんですと勘三郎で三六十八十八代目。 全てのことに36に対してものすごかったとそれでやっぱ分かったよそれは絶対そうですと来てるんですとこんなノックの音ですからねそう書いてその日も僕は帰らなあかんから帰ったんですよで夜中の1時ノックを待ってたんですけどそれからノックがないんですよだからもう全然ノックなんか昨日もないし今日もないしもう全然ないんですよ えそれはもう理解したということでしょうねあれ。たいあるんですよ座ってたら必ず。だからあんた分かったんやないうことでしょうね。いやーあれはねこっちもびっくりしましたね。あそういうことがあるんやなっていうのが、えー